こんにちは、ネイルソーラです。今回ですね、波及天空波というデッキを紹介しようかなと思います。ランクまでもそこそこ勝てるんですけど、まあすげえ強いってわけでもないんですけどね。ただまあ天空波がまあちょっと今使われてないだろうなっていうのもあって、個人的にね、すげえ好きなヒーローアーツなんで、一時期めちゃくちゃ使ってたんでね、ちょっと新たな可能性がないかなと思って、いろいろ試したところ、まあ多分一番この波及との組み合わせが強いかなと思ってます。で、まあ波及持ちの紫というと、まあ、フロスト、キバ、トドス。まあこれ成長して波及持ちます。あと、ま、コンガーマリとも一緒ですね。あとね、バージル。こいつ波及持たせてくれるんで、攻撃力もアップしてくれるし、いいかなと。あと、ま、ムタロと、黒田カンベ、ネバン。で、インプー雲外鏡っていうのかな。を入れてますね。で、このね、インプー雲外鏡がね、まあ強いんですよ。MP7 で42で波及持ちっていうスペックだけ考えると、まあかなり強いと。ただね、MP7 ってね、結構重いんですよね。なかなかこれ1個で場を制するってことは難しい。なんで MP をちょっと下げらんないかなっていうので、最近ちょっと個人的にハマっている青天邪気。こいつスピリット引っ張ってくるんで、なおかつ MP をマイナス1してくれると。なんでスピリットはこいつと、このインプ雲外鏡しか入れてないと。だからうまく引っ張ってくれば6で出せるよね、と。あと全体見取り図ですね。まあこれ自体ね、単体ですげえ強いカードではないんですけど、MP をマイナスしてくれることで、一気にね、こうユニットとかをね、バババって出せる可能性が高くなるので、まあ、こう、一気に盛り返したい時とかに、やっぱりこう、こういうカードでストックを作っておくといいかなとは思ってるところですね。まあ、これ自体ね、その、MP3 以上のカード引っ張ってくれば、その、MP マイナス2してくれるんで、コスト的には問題ないかなと。MP1 で使えてるようなもんなんで、とは思って。でね、まずね、波及でね、天空波が決まってね、敵を一掃できるとね、めちゃくちゃ気持ちいい。とりあえずね、このデッキの、ね、良さはね、それ。もう、まさに我が軍は圧倒してるっていう感じ。すごいね、そこは楽しいとこかな。でね、きつい相手がいてね、やっぱね、クリーチャーのね、いないね、ジルから今流行ってるロケランジルは結構きついかなっていう印象。まあ、あれはちょっとね、明確に対策しておかないときついかなっていう感じはするんだけど。まあ、一応ね、これもね、ある程度、その HP 高いユニットを中心にしてるし、もちろん打ち消しも入れてるんだけど、ちょっとね、コストが重すぎてね、回らんのよね。なので、まあ、もしこう、本気でこう、やるのであれば、他にもね、波及持ちって結構紫いるんで、低コストの。ダムド、ビショップとか。まあまあ、ちょっとこれ HP ちょっと低めかな。まあでも、それでもな、魔族がいればね、いいんだけど、魔族がね、バージルぐらいなんだよな、確か。なんでちょっと入れてないんだけど、あ、でも、そうね。なんかか、他いいのがあればなんだけど、まあ個人的にはまあ、他にも、伊達政宗とか、
こう入れてあげればね、いいかなって気はしてるかな。うん。雲外鏡、弱くはないんだけどね。うん。場がね、固まるとね、もう多分ひっくり返すのかなりきつい。ユニット一体倒してもこっちまた次出せるしっていうような状態になるんで、まあまあまあって感じかな。あとまあ全体見取り図とかもまあ違う方がいいかもねっていう感じはするけど、まあでもそれでも MP2 っていうのはそんな多くないんだよ、数これ入れてる枚数が。なんで結構ね効率的にデッキは回せてるかな。ただやっぱちょっと前提的にコストが重めでですね、うん、あとちょっと明確にロケランチルにすげえ負けてるんでそれ以外はね結構やれる、結構やれます。とりあえずね決まると爽快なんで、まあ、ぜひちょっとお試しいただければ、はい、って感じで、この後リプレイ流しますんでご覧ください。どうぞ。作戦を開始する。
やかで確実なる勝利、必要なのはそれだけだ。イレギュラーはことごとく滅せる。作戦を開始する。速やかで確実なる勝利、必要なのはそれだけだ。